チャオ、あっちゃんです。今日4月1日、あっちゃんのお昼ご飯、残り物で何か作っていきたいと思います。はい、子供のリクエストはオムライスやねんけどもね、オムライスをちょっとね、残り物で、作って、なんていうのかな、アレンジでやってみたいと思います。はい。その前にね、もう1日過ぎてるけども、あっちゃん今、12時ぐらいやねんけども、みんなごめんね、ほんまに、昨日ね、びっくりさせたかな。あっちゃん毎年エイプリルフール何かやらかすんで、また来年も覚えとったら、またやりよるなと思っとってください。ということで、あっチャンネル楽しくいきます。では、お昼ご飯作りたいと思います。はい、では、作っていきましょう。フライパンに、もう残り物、昨日のね、味噌ネギ炒めの、ほとんどお肉残ってないんだけど、あれだけ、もやしとタレちょっとだけ残ってんの。と、カレー。を入れます。で、そこにご飯。豪快に行きましょう。はい。今日はね、ちょっとね、汁気が多いから、ご飯レンチンしてない。まあ、してもどっちでもいいねんけどね、汁気多かったら多分ね、煮えるでしょうっていうことで、適当。実はこれカレーうどんの残りやねんけどね。はい、うどんもこっち入れとく。シャッチャンチのね、カレーはね、カレーライスにソースかけてたね、ウスターソースとかね、とんかつソースとかかけてね、で、卵のスかけてて、ね、ほぼカレーの味はせえへんのにね、カレーの味ってソースの味だなって思うんだけど、シャッチャンそれがダメやって、今はかけてないんだけど、シャッチャンチの、多分ね、家族はまだ、そんな食べ方してるんちゃうかな。味がしました。じゃこれで持っときます。
卵3個と牛乳とチーズまとめて混ぜて焼きたいと思います。では行きましょう。フライパンがね、波やから頭のね、こんな感じで、ほらもうダメでしょ、くっつくでしょ。これね、フライパンを早急に買わないと、で、上からカレーかけます。オムカレーです。では食べたいと思います。よいしょ。はい、できました、オムカレーの完成です。では食べたいと思います。はい、ではいただきます。ここも食べてよ、食べちゃおう。目の前やったわ。どう？味？うまい。おいしい。いけてる？おいしいらしいです。よかった。いろんなもん入ってる。うどんが入ってる。完全残り物やからね。無料です。無料ってことないけど、卵、卵4個使ったな。80円、あ、3個や。60円、60、67円ぐらい。ご飯は、ご飯も残ってる。何を節約しても美味しくて栄養があればね、節約して時々ね、パーッと派手に美味しいものをいきましょう。はい、毎日節約ばっかりしてたらね、煮詰まっちゃうし、かつて毎日贅沢なもの、それ食べたいよ。でもだからね、家計がパンクしちゃうからね、だから節約できるところはして、パーッと行くときはパッと行って、今日は土曜日か。吉本ないね。それは嘘か。うん。吉本にまだ吉本始まってへん。ああ、そういうことか。じゃあ今日ないねって。高校野球やね。ほら。なんてこと。大阪同士らしいね、高校野球。カレーライスでもなく、カレーピラフでもなく、なんか、なんか今までにない、新しいでもないけど、変なカレー。でもカレーは間違いないね、美味しいね。って言ってらっちゃんね、子供の頃カレー大嫌いだ。中学校になるまで、中学校の、
1年だったかな、2年やったかなぐらいになるまでカレー嫌いやって、3人でちょうどいいぐらいの量やと、うん、はい、ということで、今日のあっちゃんちのお昼ご飯、オムライスカレーを作ってみました、うん、結構美味しかったよ、うん、カレーの残った日、時々ね、また今日もカレーライスかってなんやったらこういうアレンジもいいんじゃないのかなと思います、はい、でカレーってね、だいたいいろんなもん入れてもあんま失敗することないから、うん、いろんなもんとりあえずぶち込んでみてくださいたまに失敗します、それでまあまあそんなことはどうでもいいんだけども、はい、今日のあちゃんちのお昼ご飯、オムカレー美味しかったです、うん、なので、またねカレーも時々したら美味しいんだけどね、なんかそんな面倒くさいこともないんだけど、なんか作るのが面倒くさい感があんねんねまあそんなこと言ったらとカレーも時々作りたいと思います。前ね、本場のカレー作った時に、うん、あったけど、その時なんかいらんやってたけど、本場のカレーもまた食べたくなってくるし、食べたいっていう時もあるからね、まあ、子供ちゃんの都合も聞いて、またちょっと本格的なクミンとか、コリアンダーパウダーとかああいうの入れてちょっとね、スパイシーなカレーも作ってみたいと思います。はい、ということで、今日のあっちゃんのお昼ご飯はこの辺で終わりにしたいと思います。ではまたね、バイバイ。